あら、何をしているの？私の弟。姫様、その呼び方はおやめくだされ。確かに縁をたどれば義理の子弟に当たるかもしれませぬが。ならいいじゃないの。あなたも姉上と呼んでいいのよ、としみつ。とんでもございませぬ。殿のご主君の奥方に対してなんと恐れ多きことか。冗談よ。相変わらず気真面目ね。しかり、どうやら姉には似ず育ったようで。何か言った？さて、どうですかな。こいつがあの時の。なるほどな。誰？人の顔をじっと見て、ぶしつけな人ね。おっと悪い。前に狙撃の依頼を受けた折に、標的の隣にいた奴を誤って撃ちそうになってな。詫びを兼ねて挨拶でもと思ったんだが、すまん。どうやら人違いだったみてえだ。そう、その人を撃たなくてよかったわね。無意味に命を奪ったらきっとたたられるもの。確かにたたられるのは勘弁だな。だがもう間違いないさ。次こそ標的を仕留めてやる。私にはどうでもいいこと、好きにしたらいいわ。でも一つだけ、蝶に惑わされぬよう気をつけることね。それで父上、義達は相変わらずなの？むしろ悪くなっておるな。わしがうつけ殿に目をかけておるのがどうにも気に食わんのじゃろう。己の器を顧みることもしないで呆れた人ね。うむ、しかし奴は奴なりに美濃の今後を憂いておるのやもな。そうかしら。義達は怖いのではなくて、あの人に美濃を変えられてしまうことが。美濃の外を見ようともせず、内々に威張ってばかりでは何も良くなりはしないのに。変わったの、貴重。変化を恐れるはお前とて同じだったではないか。そうね、美濃も私も、もうとっくに変わっていたのかもしれないわ。貴重、お前は美濃にいた頃、義達とは親しくしていたのか？たまに一方的に話してくることはあったけれど、私から何か話をすることはなかったわ。顔を合わせること自体稀だった。母が違えばそんなものじゃないかしら。母が同じでも仲が良いとは限らんがな。あなたと一のこと、そんなに仲が悪くは見えないけれど。顔を合わせれば文句ばかり。信行に迷惑をかけるなとよく騒いでいた。あなたを兄として認めていたからこそ、素直に文句も言えたのではないかしら。であればよいが、俺など信行と比べれば不出来な兄なのであろう。どうしたの、美月。まじまじと見て、私に何かついているかしら。貴重さんの髪、すっごく綺麗だよな。いつもどうやって手入れしてるんだ？特別なことは何も。そうだわ、たまには美月も髪を下ろして過ごしてみたら？いや、やめとく。柄じゃねえよ。それに貴
長さんみたいに綺麗なわけじゃねえし。美月、こっちへ来てごらんなさい。私に髪を見せてほしいの。え、いいよ、悪いって。こんな髪、機長さんには触らせられねえよ。なぜ？美月の軽やかに舞う結髪が私は好きよ。だからもっと近くで見せて。そっか。たく、うまいな、機長さんは。じゃあ、お言葉に甘えて。濃姫様、ご機嫌うるわし。まあ、あの人に呼ばれて援軍に駆けつけてくれたのね。三河からの長旅は疲れたでしょう。いえ、お招きいただき光栄ですわ。うちの人なんて兄上と一緒に戦えるって浮かれてしまって。織田家のお役に立てるのがよほど嬉しいのか、私が話しかけても上の空。困ったものですわ。なんだかごめんなさいね。え、濃姫様、なぜお謝りに？だって焼き餅を焼いているのでしょ。あの人の妻として代わりに謝らせて。焼き餅だなんて、私はただその。あら、もう行かなくちゃ。それでは失礼いたしますわ。ヤスケ、どうしたの？西の空に何か見えたのかしら？いえ、ふるさとを思い出していました。家族は、友は、今頃何をと。ふるさと、あなたが遥かな西の地から来たことはあの人から聞いているわ。船に乗って多くの土地を回りました。旅はいつも死と隣り合わせでした。だから時々不安になることがあります。自分は今夢を見ているのではないかと。夢ではないわ。あなたは苦難の道を乗り越え生き延びて、今確かにここにいるのよ。これからも生きて、あの人を、私たちの希望を守ってちょうだい。よい。機長、相変わらず退屈そうな面をしてんな。たまには笑ってみろよ。面白くもないのに笑えないわ。あなたこそたまには真面目な顔をしてみたら。おいおい、俺はいつだって真面目だっての。お前なりの冗談か。うまくねえな。別に冗談を言ったつもりはないけれど。とにかくよ、俺なりにお前を心配してんだ。いつまでも親父の言いなりでいいのかよ。父上に逆らってまでしたいことなんて私にはない。できることも私にはないもの。悲しいね。いつか俺が美濃の国主になったら、お前を親父から解き放って笑わせてやるさ。そんな日が本当に来たらいいわね。